茶か。おはようございます。おはよう。今日もよろしく。よろしくお願いいたします。キュウヒコさん、寝癖が。ん？ああ、ありがとう。いて！失礼いたしました。キャッキャー！すいません。ありがとう。それにしても今日は寒いな。そうですね、最近冷えてまいりました。そうですね、じゃないだろ。僕が寒いと言ったらどうするんだ。失礼いたしました。朝食のご用意ができております。キヨヒコさん、お待たせいたしました。ありがとう。いただきます。おい、シェフ、ちょっとこっちに来い。キヨヒコ様、いかがなさいましたか。お前、腕を上げたな。ありがとうございます。初級だ。なんてありがたきこの言葉、清美子さんに褒められた。清美子さん、本日のお衣装どういたしましょうか。そうだな、今日はちょっと明るめのこれでいこう。かしこまりました。よし。とてもお似合いです、清美子さん。ありがとう。それではメイクに入らせていただきます、あ、ファンデーションなんだが、今日はディオールを使ってくれ。はい、かしこまりました。失礼します。優しくやれよ。失礼いたしました。いかがですか。悪くない。ありがとうございます。本日のスケジュールですが、午前中に雑誌チャイルドヘブンの取材および撮影、午後からドラマ母になりたかった、こちらの撮影が入っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは白学期を低く入られます。お願いし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 ます。じゃあ撮影始めていくよ。よろしくお願いします。いいね、かわいいかわいい。もっと元気な笑顔やってみようか。いいね。すませんこうできるかな。いいよ、クールだよ、かっこいい。もうちょっとかっこいい表情いける。はい。いいね、クールだよ、かっこいい。キヤヒコくんかっこいいよ。もっとちょうだい、もっとちょうだい。いいね、ダイナミックに。オッケー、ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。この後取材がございますので、こちらにお待ちください。キヨヒコくん。おお、マリンじゃないか。俺の女。あ、そうだマリン、今度の日曜アンパンマンミュージアム行かね。私も行きたいと思ってたの、楽しみ。俺が三輪車回す。あー、キヨヒコくんかっこいい。本当にマリンはかわいいな。あ、こっからは撮影禁止。キヨヒコさん、失礼いたします。ああ、本日取材させていただきます、すべてキクヨと申します。ああ、よろしくお願いします。すいません、遠いところ、ありがとうございます。それでは取材の方を始めさせていただきます。キヨヒコさんは今6歳だと思うんですけど、こんなに多忙なスケジュールを抱えていて、お仕事が辛いなと感じたことはありませんか。辛いなんてことは思ったことありません。それは何かというと、僕一人だけがいや、というわけではなく、いろいろなスタッフさん、照明さん、音響さん、監督、いろいろな人の支えがあって、一つの作品ができると思うのです。なので、演者の人だけが辛い。そんなことなんてないと思うんですね。皆さんがいるからできている。そしてありがたい。仕事をもらえることはありがたい。そう思ってます。さ
の好きな食べ物は何ですか？僕が大好きなのはふかしハンバーグです。ハンバーグ美味しいよね。お疲れ様でした。本日以上になります。はい、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼します。はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。このままドラマの撮影移動させていただきます。じゃあママは僕のママじゃなかったの？ごめんね、マナブ。私だってあなたのママになりたかった。だけど世間がそうはさせてくれない、許してくれないの。これってわかるよね？ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。カットでお願いします。あ、すいません。どうした、キーフが？あの、もうちょっと感情を入れてもらってもいいですか？あの、ちょっと感情が乗りにくいというか、大事なシーンだと思うので、ごめんなさい。じゃあ、もう一回お願いします。お願いします。すいません。ごめんね、マナブ。私だってあなたのお母さんになりたかった。だけど、ごめんなさい、ごめんなさい、だけど、ごめんなさい、カットで。どうした？すいません、本当に。ちょっと、あの、ミュージカル寄りの演技になってるような気がするので、ドラマ寄りの演技をしていただけませんか？わかった。リアリティがあるやつ。ごめんなさい。すいません。もう一度お願いします。すいません。ごめんね、マナブ。私だって、あなたの母親になりたかった。はい、何と言ったらわかるんだよ。お前、役者歴何年だ？16年ですけど。16年もやってて、そんな大根役者やってるのか？僕は芸歴6年だぞ。6年でこの場に立ってる。ドラマを舐めてないぞ。帰れ帰れ帰れよ。すいません、ちょっと。キャスティングしたのは誰だ？おい監督、こっちに来い。僕は帰る。やってるのか？まったく、どいつもこいつも使えない役者をキャスティングしやがって。これだから大人の世界は。キョヒコさん、本日もお疲れ様でございます。おい、今日の僕のギャラはいくらだ？本日は、2000円となっております。アップしろ。いや、これは出せる最高の額です。アップしろ。いや、そんなこと言われても私。アップしろ。僕のお父さんは代表だぞ。わかりました。折り入って相談してみます。帰れ帰れ帰れよ。